コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。本日97回目の放送となります。本日も1時間どうぞお付き合いください。さて本日のゲストは有限会社ヒューマンスタイルの千崎正和さんです。今回3回目のゲスト出演となります。ぜひ CM の後、気がつけば40分以上45分以上話していたので結構長丁場になるかもしれないですけど、非常にウィットに富んだ会話になっておりますので楽しんでいただければと思いますし、非常にこれからですね、大事な、変革が起こっていくであろう、そういう時にどんな風に生き抜いていくのかっていうところのヒントももしかしたら見つかるかもしれないので、ぜひこの後の CM の後も引き続きお楽しみいただければと思います。この番組は三方よしの未来で見える未来、店舗支援システム絆アルファでおなじみ株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたします。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか？大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。沖縄引っ越しセンター、 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、菊味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。はい、では今日はゲストをご紹介していきます。有限会社ヒューマンスタイル代表取締役の千崎正和さんです。はい、こんにちは。はい、こんばんはです。こんばんはか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何度目でしょうか？多分3回目ですね。ああ、意外と少ないですよ。意外と少ないですね。意外と少ない。もっと私あのお話してるかと思ってました。多分あの通常会話がね、あ、そ多いんですよね。普段ね。ラジオ以外の。そうそう、ラジオ以外の対面じゃない、はい、対面だったり、オンラインだったりと、そうですね、ミーティングがたくさんあって、はい、まあ、実は私も3月から、はいはい、千崎さんの会社で、はい、謎の常務取締役という冠をいただいて。新しいですよね。はい、常務って何したらいいですか、千崎さん。基本はあのなんですかね、経営陣のサポートですよね。まずはなるほど、やりながら新しい仕事探して、はい、あのキャッシュポイントを作るということで。なるほどなるほど、はい、そういう感じで、はい、私今サポートできてますか？あ、十分できます十分です。まあ、まずここからですよね。そうですね、新しく、はい、ここからいろいろと積み上げていこうということで、はい、やって、私も一人としてね、参加させていただいてるんですけれども、はい、まあ、そうは言ってもやっぱり毎日一緒にいるということではなく、普段千崎さんは仙台に。そうですね、相変わらず、はい、相変わらず、ね、いますけどね、はい、そういらっしゃって、で私は普段東京にいまして、でこの番組は沖縄ということで、沖縄と
なんかね土地勘のない番組だなと。土地勘のない番組でお届けしております。本当に沖縄の皆さんすみません。ぜひ沖縄の皆さんのリスナーの皆さんからのご意見ご感想などお待ちしておりますので、本当にね、はい、ぜひねお待ちしてます。そうそう、そうしないとね、私もなかなか最近やっぱコロナ禍ということもあって行けないですから。そうですよね。そう、行ったらねご迷惑をおかけしちゃうのもなと思って、はい、我慢してるんですけど、本当はめちゃくちゃ行きたいです。ですよね。はい、仙崎さんと沖縄は行かれたことあるんでしたっけ？2回あります。僕は、はい、2回。いつ頃ですか？すっごい若い時で、高校生の時と、めっちゃ若、20歳過ぎ21歳過ぎぐらいだから、もうかれこれ20数年前ですね。おは20年は軽く行ってないですね。その時は何で行ったんですか、沖縄に？高校の時は18切符ですね。え、プラスフェリーです。マジですか？フェリー？どこから？鹿児島？那覇からだね、確か。那覇じゃないや、鹿児島だ、鹿児島から。鹿児島から那覇に？そう、行って那覇から宮古行ってんですよ、石垣行って。うわー、そう。フェリーって何日かかるって。すっげー時間かかってるね。ちんたらちんたら、まあほら学生ですからね、時間あるんで。まあね、まあね。夏休み時間かけて一人でずっと沖縄行ったんですね。まあ、学生とかだったらその行くまでのルートもちょっと面白いじゃないですか。当時はほらネットがないので、はいはい、自分で考えるよね。やば、楽しいですよね。まあ、確かに楽しい、はい、どれぐらいかかったのかがもうちょっと想像できないぐらいめっちゃ時間かかりそうなんですけど。そうですね、それ旅行で卒業旅行と称して一人で、すごい行ったんですよね。一人旅行とかも当時から全然抵抗なかったんですか？あの頃の方は多分今でも抵抗ないですよね。まあ、確かにね、もう今日あれ実は東京で収録を対面でね、はい、させていただいてるんですそう言ってそうかな。これ実はね理由があって、まあ、仙崎さん今回いろんな県で東京にいらっしゃってるんですけど、はい、実はね仙崎さんもラジオパーソナリティなんですよね。そうなんですよ。そう、多分ちょろっとね前回か何回かねお話した記憶がまああるんですけどね。うん、うん、そうかもしれない。はい、何でしたっけ、なんていう曲でしたっけ？仙台のですね、コミュニティ FM で FM 泉っていうんですよ。FM 泉。泉、はい、はい。FM 泉さんの中で番組を持たれてると。そうですね、はい。お、どれぐらいやってらっしゃるんですか？多分足掛けで4年ぐらいになっちゃったんですかね、もうね。4年、全然私より先輩です。いやありがとうございます。とんでもない、とんでもない。そこの番組をね、まあ、今回7月からリニューアルするということで。そうですね、はい。うん、でしかもなんと私も参加させていただけるということでですね、その打ち合わせも兼ねてね、今そうですね、はい、お話をさせてもらってるんで。その通りです。そうなんで、まあ今このコンビニラジオは FM 宜野湾ですけど。宜野湾ですね、はい。これは今度のラジオは FM 泉ということで、はい、宮城県のコミュニティ FM で。そうですね、うん、これいつでしたっけ放送が？7月3日が第1回ですね、これ土曜日。7月3日の土曜日。はい、土曜日ですね。時間が午前11時でございます。午前11時、なんと日曜日の優雅な午前中のひとときを、ね、いい時間ですね、とっても、はい、これ番組の時間が、トータルで30分と30分ですね、はい、これは、はい、ということで、まあ、実際ね30分の番組ですけど、収録自体はもう少し短めで。そうですね。でかつ仙崎さんってねすごいおしゃれな方なので、恐れ入ります。なんか音楽が結構今回入るとそうですね、入ります。はい、はい、これタイトルをちょっと仙崎さんから言っていただいてもいいですか？なるほど、これも社名まんまで、はい、ヒューマンスタイルです。ヒューマンスタイルラジオ。ラジオ、おいえ、まんまですね。コンビニラジオも相当ベタですけど、さらに余裕いったぞ。社名のラジオですね。ベタさ加減では半端ないですね。あ、私の会社で言ったらコンクリラジオみたいな、ね、そうですそうです、同じです同じです。でもコンクリラジオってクソ謎ですけど、ヒューマンスタイルラジオってちょっとなんかヒューマン入ってるから、なんかそういろいろ想像できそうな感じがするんですよね。そうですよね、はい、確かに確かに、うん、これ現段階での構想を聞いてもいいですか？構想何を届けていける基本はですね、はい、まあ、前半後半あるとすると、前半はまあ私とやすさんのコミュニケーションについての多分トークが、はい、いろんなスキル的なお話もちょっとは出るんじゃないかなという、聞いてるだけでちょっとね役に立ちそうな話とか、ためのやつの話が多分出るのかなという。それは聞きたい。後半もしゲストがいるときはゲストを呼んでですね、お、ちょっとトークすると。すごい。主に弊社とクライアントさんですね、大体は。とか関わっている方々、はい、うんうん、にいろんなお話を聞くというスタイルでしようと。すごい。結構あれですね、30分の番組ですけど、
結構なんか充実してますよね。結構濃いですよね、内容が。濃いですよね。はい、すげえ。なんかコンビニラジオって1時間の番組で、はい、でここのとこずっとゲストの方に出てもらっていて、はいはい、まあ、たわいもない話だったりとか最近はね、ハワイの方だったりとか、ハワイ、うん、そう、ハワイ在住のライフスタイリストさん、花水恵美さんって日本人の方なんですけど、はいはいはい、すごく素敵な方で、葬祭業かなをやってるんですよね。なるほどなるほど。まあ、その葬祭業とか就活に関する終わる活ですね、うんうん、だとやっぱなんかちょっと接点がなんていうか限定的というか、そうですよね、うん、そこからもっともっとそのハワイの自分が住んでいる地域で住んでいる例えば高齢の方々が、はい、何か困った時にその場所に連絡をすれば何でもこうなんかヒントをもらえたり助けてもらえたりするみたいな、そういう場所をね作っていきたいっていう方もそう話を聞いたりとか、あと先週はローソンのオーナーさんを、はい、再びお迎えして、そう最近私ちょっと推しのローソンいいね、ちょっとね、長崎聞いたんだね、ちょっとスイーツがいいらしい、あんまりなんかこうひいきしちゃうと立場的にちょっと危険なんであれなんですけど、ね、最近はそうそう先週もその収録の時に言ったんですけど、はい、ローソンの、コラボしてるスイーツがめっちゃうまいっていう話、うまいっていうね話ですね、はい、でやっぱりその方に聞いたらめちゃめちゃいいんで人気なんですって、やっぱりね、そう、うん、って言ってた。でそういう方々をゲストにお迎えしてるんですけど、今日は先崎正和さんをゲストにお迎えして、はい、今度始まるラジオの、そうですね、はい、宣伝と番宣なんです、番宣と番宣全然いいと思うんですよ、ね、これそう、なんかコミュニティ FM のラジオってラジオ番組って自由じゃないですか、はい、自由です、ね、なんか NG ワードとかって言われたことありますか？ないですね基本的にはですよね、よっぽどやばくなければ大丈夫でしょう、よっぽどやばくなければその人道的、ね、人道的なものから外れて反社会的なものじゃなければそうそうそう大丈夫かな、そうですよね、はい、FM 技能さんもね本当に自由でいろいろ本当にやらせてもらっててめちゃめちゃ助かってるんですけど私としても、うん、なんかこういうその交流っていうんですかね、はい、コミュニティ FM でパーソナリティをしている人たちがどんどんこう一堂に会するとか、あ、まあ、接点を持って交流するっていう機会はすごい重要だと思うんですよ。なるほどなるほど、確かに確かに、うん、でまたリスナーさんとそのパーソナリティの接点っていうのも本来は一方的にまあこう電波に乗せてお伝えしてますけど、はい、そうですね、でも例えばツイキャスとかね、いろんなところで、はい、そのコメントを随時寄せていただけたら会話ができるじゃないですか、そうですよね、うん、とかもっといろんな方向でパーソナリティとリスナーの皆さんをつないでいく、なんかそういうツールになったらいいなっていつも思ってるんですよね。なるほど、はい、うん、だからぜひ番宣してほしいんですよ。番宣ですね番宣なかなかなんかね、コミュニティラジオ同士のそのつながりってないですよね。ないです、ないです、正直な話言うと。ない。同じあの宜野湾さんもそうですし泉もそうですけども、うん、リストラジオっていうアプリを使って聞けるにもかかわらず、そうそうそう、これといってね、なんかそうあんのかってないですよね。ない。たまたま我々はねちょっと違う接点があったからよかったと思うんで。本当にそうですよね、でもね、なんかその沖縄のそれこそそのFM 宜野湾とか FM コザっていうところで、コザはね全国放送してないんですけど、最近ね移転してめちゃめちゃスタジオが綺麗になっちゃって、いいですね。そう、私ね早くコザに行きたくてたまらないんですけど、なぜ沖縄攻めたらよく分かる。いや、いいとこなんですよ本当に。コザもね、名前がいいですね、コザ。コザ、そう、カタカナでねコザっていうところなんですけど、まあ、その FM コザと FM 宜野湾の社長さんが山内さんっていう方で、でその 2曲で、まあ、あと他にもいくつかやってらっしゃるのかな、ずっともう7年近く番組をやってくださってるというか、やっている、はい、新里哲也さんっていう人たちも沖縄でね、いつもお世話になってて、でコンビニラジオ生放送した時に、コメントくださって、そうですね、はい、そう、あの時もゲストで急遽お願いしたりとか、いらっしゃいましたね、あの時、はい、出てくださって本当にお世話になってる方なんですけど彼が一度沖縄でそのコミュニティ FM の、 そのパーソナリティ、ラジオパーソナリティの集いっていうイベントをやられたんですよ、はい、そう、なんかその時にね仙崎さんがラジオ番組やってるって知ってたら絶対お誘いしたなっていうような、危うく沖縄に言われたそうそうそう、危うく危うくうっかり沖縄に来たことその日ね、でもね超台風で、あ、沖縄だけ結構直撃しやすいじゃないですか。まあ多いですね、あそこは直撃も直撃超直撃の時で、
でもキャンセルにならずに欠航したんですよ。なかなかすごいですね。そう、当然飛行機が欠航になった人もいっぱいいるんですよ ね。欠航違いということで、私とかはもうその前にギリギリ来れたんで、全部分かった、ね、そう、いやその時もやばかったんですけど、一応来れて、でその集いにも参加できて、はい、いろんな方との接点ができたんですよね。本当は鹿児島とか東京とかいろんな地域からもっと来る予定だったんですけど、はい、まあ、ちょっと飛行機の状況によって台風で、まあどうしようもじゃね、そればっかりは。もう一回ね、なんかそういう機会があったら、そうですね、ぜひやっていただきたいですね、それは。うん、その時はぜひ一緒に沖縄に行きましょう。行きましょう。もう行くしかないですね。そうそうそう、そう、ぜひぜひ。いい機会なんで。はい、そうなんです。だから、もうね、番宣もそうだし交流もそうだしね、本当にあのガンガンやりたい、そうですよね、と思ってます。確かに確かに、はい、そんな、まあ、仙崎さんなんですけど、はい、まあ、ラジオはね、ぜひヒューマンスタイルラジオということで、ね、ぜひあの、はい、お時間かぶってないんでこの番組と。そうなんですよね、この番組は金曜日の21時からですから、ね、はい、その翌朝ちょっと遅めに起きても、そうです、間に合うぐらいの時間にスタートしますからね。全然大丈夫です、はい、で同じあの宜野湾の方はちょっとリスラジオ、はい、はい、リスンラジオっていうアプリをダウンロードしておいて、でぜひ FM 泉に、そうですね、あの東北エリアの方で、そうそう、東北です、はい、あると思いますので、はい、宮城県東北地域の FM 局ですので、はい、そちらにアクセスしていただくと仙崎さんと私の、そうですね、また違う番組が聞ける聞ける、聞ける2日連続で聞けちゃうですね。そうですね、美味しいですね、なかなか誰が美味しいのかよく分かって、よく分かって、美味しいと思って、まあ、ファンの方にはね嬉しいんじゃないかなと。いや嬉しいですよ、はい、それはもちろん、はい、というね感じなんですけど、うん、最近の仙崎さんについてもちょっとお聞きしたいな、るほど、はい、思ってます、はい、最近どうですかって言って、なんかどうですか、どうですかって多分パッて答えられないぐらいいろいろやってると思う、まあ、いろいろあるんです。ちょっとやっぱ東京の仕事が増えてますよね、逆にオンラインが盛んになったらね、多分皆さんも、あ、そうね、そう、当然ご存知のことかと思うんですけども、はい、オンラインによって東京との距離感がだいぶ薄くなったんですよね、仕事の。もともと今までに東京来るってことはもう完全に何か目的があって、うん、2件か3件やっても終わりじゃない、大体。そうですね、うん、それがもう事前にもううちは全部終わった段階でもうほぼ本契約の話しかないですよね、すごい来るとすごい、いいですよね、その分スムーズで。まあこれ差し支えない範囲でいいんですけど、はい、どういうご依頼が最近多いんですか。例えばあの全国展開したい商売の方が東京に進出するから手伝ってくれとかですね、すごとか、はい、あの神奈川県のどっかの保育園がですね、いろいろあの園内が人間関係の交通整理してほしいとかですね、お人間関係の交通整理とか、あと建築会社の、ね、営業できないから教えてほしいとか、あ、それはなんか仙崎さんっぽい、そっちはなんかね、うん、モロって感じですよ ですね。あとはその企業にするからお金が欲しいから融資の動向とかですね、銀行動向とか金融公庫の動向ですね、をやっております。いよいよ、はい、なんだかね、よくわかんない仕事ですね、すごいですね。これきっと、あの最近ね、私もいろんな会社のいろんな支援をやるようになってきて、なんか聞いてますね、はい、そうそう、単なるその社労事業にとどまらなくなってきたんですよ、はい、仙崎さんもいろんなことにチャレンジされて、はい、そういう領域を広げられてると思うんですけど、はい、どうやってそれを広げてきたんですか。なんか例えばなんか体系的な勉強をしたとか、実務で少しずつもうなんか自分で気づいて学んでったとかいろいろあるんですけど、なるほど、その辺すごい聞きたくて、あの広げようと思って広がったわけじゃなくてニーズがあったんですよね、そもそもこんなことできませんかとかですね、もともとお客様からそういう声が出ると、はい、じゃあなんとかしてあげようと、うん、基本的にはあの絶対できない分野ってあるんですよね、例えば法律だったら弁護士が出るし、うん、会計税務だったら税理士が必要だし、うん、もちろん会社の就業なんとかあったら全部ね、社長社労士が必要ですけども、そうじゃない分野、うんよりやってもいい分野であれば何とかしてあげたいっていうのはあるんですよね。すごい、そこはもう体系的じゃなくてもう場当たり的に学んでるんですよ。わもうそうなんだ。いや実はその営業支援とかのサポートが一番得意だし、はいはい、そうですね、見せ方としてもそこをかなり見せてらっしゃるんですか。そうですね、はい、でも実際融資とかその経いわゆる経営コンサルタント的な、はいはい、あの数字の部分、はい、数字改善の部分とかも、はい、
やられてますよね。やってますね、はい、実際は。そういうその見方、例えば決算書の見方とか、はいはい、うん、そういうのってどこで学ばれたんですか。数字はもっと銀行にいた頃に、そもそもそっか、ベースが銀行ですから。そっかそっか、ある程度は数字は、うんうんうん、そこでやってました。あとは社会人になってから。へー、すごっ。やっぱキャリアって大事だなと思いましたね、今。よく若い方っていうかね、大学生の方に言いますけども、その初っ端のキャリア、うん、ファーストキャリアって大事ですね、やっぱり。大事です、ね、これはもう今になって余計身に染みますね。あ、1社目でこけるときついですよね、その後。確かに確かにそれはね、林さんはね、某素敵なところで1社目はネズミとエンターテインメントの世界で生きてきたと思うんですけども、みんなが憧れる世界です。そうですね、大体の方はみんな、ああ、あそこねっていう、まあ、そこでね、本当小売りの何でしょう、基本的な部分を全て学んだって感じです。多分僕もお話にね、いろいろ聞いてるんですけども、はい、うん、一番おいしいというか、その小売りの本質、そうそのものをやってるところは、小手先のテクニックじゃなくて、トークとかね、じゃなくて、うん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 、本質的なものをあそこは多分やってるので。そうですね、一番多分いいエッセンスを学んだと思います。いや、本当にそう思ってて、はい、ちょうどね、アメリカ資本、まあ、いわゆる 直営なんですけど、はいはい、全部そのいわゆるなんかザ・アメリカンな商品を扱ってた頃からスタートしたんですけど、はい、まあ、途中で日本的な商品がガラガラとオリエンタルランドを浴びてた、うん、あ、そう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 、の影響でね、入ってくるようになって、で、はい、やっぱそれでこう売り上げが改善するとか、うん、で、どういうふうに置いたらお客様の目に留まって買っていただけるかとか、はい、そういった部分をまあプラス接客面で、そうですよね、カバーするっていう、はい、なんか本当に小売商売のいろんな要素がふんだんに盛り込まれてた。確かに環境だったなって、ね、今でも思うんですよ、あれは。そうだから、なんかその売り上げを取っていくにあたって、うん、まあ、基本客数かける客単価じゃないですか。その通りです超シンプルな、はい、でもそういうのもその小売業にいたから当たり前に分かってるけど、はい、それがなかったら今この仕事してて結局それ客単価かける売り上げは変わらないんだけど、はい、その構成をどういじるかみたいな思考が身についてなかったと。なるほど、思うんですよ。やっぱりなんか今社労士なんで単価はその一人、まあ、一社あたりって上がっ、もちろん上がってて、はい、いわゆるコンビニとか、まあ、ディズニーみたいな、はいはい、そういう1000円とか数百円って単価ではないので、そうですね、じゃあ、本当にお客さん増やすのか、それとも客単価を上げて一社一社に対するクオリティを上げるのかっていう戦略をこういろいろ考えてチャレンジしながらできるっていうのはね、すごくやりがいがありますし。そうですよね。でもなんだかんだ言ってやっぱり一人当たり一社当たりの、まあ、お客様の単価が高い方がじっくり、はい、いろんなお客様、そのお客様に注力できるよなっていうのを最近実感してる。そうですよね、ところではあるんです。はい、分かりそうになります、うん、そう。なんでちょっと私の話になっちゃったけど。いやいや、全然全然。そうそうそう、なんですよ。だからね、本当ね、不思議すぎて、うん、仙崎さんってどうやってそのいろんなサポートのなんか知識とか経験を積まれてってんだろうっていうのが多分ちょっと明るみにしてみたかったそう、ね、やっぱりベースは多分銀行なんでしょうね。そうですね、あの頃本当に、うん、あんまり好きな仕事じゃなかった、正直入ってみてちょっとイメージだいぶ違ったんで、ちょっと聞いていいですか、その辺ってどう違ったんですか。多分自分はこういうのをやりたいと思ったほら当然ね、うん、妄想があるんですけども、うん、実際に与えられた業務は全然違うとか、そういうこと、はい、あれと思って、本当にあの僕あの5月とか5月ぐらいですからね、うん、実際入った時の、うん、ああ、そっかそっか、やめたいなみたいな、なんかなみたいな、ちょっと違うなみたいな、地味な感じ、地味でしたね、随分あれみたいな、うん、そうなんだ。まあ銀行って言ったら私お金預けて、はい、で何かを振り込んだりしてぐらいしか知らない。まあ一般の方はね、もうあの ATM を使ってね、はい、お金預けたり下ろしたりっていうのが、まあ、あとはお金振り込む、公共料金に払ったりという。そう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 。あとドラマとかでその融資の話、貸し借りの話とかよく出てくるじゃないですか。超有名です。超有名ですよね。はい。シーンとかね。対策がいろいろあって、でこういうこともやってんだなっていうのを私もそれを見て学んでっただけなんで、はい、実際にどういう仕事があるのかっていまいちよく分かってないんですけど。すごい業務多いですよ。やっぱりそうなんですか。見えない部分で。見えない部分でね、やっぱり、うん、まああいう人ももちろん大事な仕事ですけども、うん、あれ以外のその審査部だったり当然ね、うん、ありますし、うん、その影を支える事務の人もいるし、うん、あ、確かに確かに、いっぱいですよ、とにかく。ああ、そうなんだ。だからなんか3時でね、いろんな業務が終わるじゃないですか。ああ、はい、3時にですね、お客様対応が終わるじゃないですか、はいはい、
窓口ね。そう、窓口の対応3時早くねって思ってるけど、はい、実際その後がもうずっと、そうですね、いろんな業務があったりとか。ただ今はあの ATM が24時間動いてるんで、うん、昔はリアルに5時6時で終わったんで7時とかね、あ、僕らの頃は、うん、今8時9時10時が当たり前で、都銀だったら完全に24時間ですよね、うん、ほぼ無休、うん、確かに。なんでだいぶ変わったっすね。本当ですよね。そう、 そうすると、まあ、いわゆるお金の引き出しとか振り込みとかは、はい、もう ATM でいろんな人が自由にできるようになったから、 そうですね、それ以外にそこは自動化できたけど、はい、それ以外の業務とかはやっぱり今でも人が関わる部分も結構あるんですよね。そうですよね、結局、うん、もう本当できるんですけどね、うんうんうん、やっぱり年配の方が使えないんですよね、基本的に。そうかそうか、まず持ってよく、多分皆さんも銀行行ったことあると思うんですけども、大体窓口にいる方は年配の方ですね。確かに若い人は多分いないと思います。確かに、うん、そうですね、ほぼほぼいないと思いますね、うん、特にその B2C 窓口、そうですね、あの番号札引いてね、ピンポーンってやつですけど、うん、そうそうそう、あれ大変そうだなと、はたから見てていつも思います。いやー、でもなんかもう ATM が普及して何十年と経ってて、そうですね、未だにとか言ったら失礼すぎるけど、なんか人に、ま、お願いしてる人っていうのは、まあ、それでいいと思ってるなら全然いいと思うんですけど、はいはい、世の中のスピードとはもう逆行してるわけじゃないですか。一番遅いですよね。そうですね、アナログすぎてですね、うん、あまりにも。それはそれでなんかスローライフみたいな感じでちょっと羨ましさも感じたりするんですけどね。でもなんか確実に取り残されてますよね。まあ間違いないでしょうね、今の世の中にもね、ネット全盛の時代において。そう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 、だからやっぱできることとか選択肢っていうのはすごく狭まってるんだろうな。そうでしょうね、まあ、広げようとも思わないのか、分かんないでしょうね。まあうちも実家の母とかね、いますけど、うん、やっぱ分かんないですもんね。あ、本当ですか。スマホが限界ですね、うん、ようやく。やっと覚えてた最近スマホ。あ、本当に。ええ、もうスマホを使いこなせるようになったら全然何でもできちゃいますよね。ネットでその検索するって発想がないですよね。ああ、そっか。ええー。天気とか、例えば電気、電車とかニュースとか、あとどこの店はどこにあるとかね、そういう基本的な使い方ですよね。まあ、分かんないですよ。あ、そうなんだ。そうで、教えてやるとですね、びっくりする、こんな目になること、いや、もう多分20年前あれってこの仕組みもうあると思うよって少なくと思って、いや、あの、私一度お母様にお会いさせていただいて、はい、偶然なのかな、はいはいはい、すっごいファンキーな、まあそうですね、仙崎さんのお母様って感じの人でしたよね。まあそうですね、まあ、よく言われますよね、あれは。すごい素敵な、はい、方で、まあ、快活明るい、そうですね、はい、方だったんですけど、そうなんですね、はい、お母様でもやっぱりそのあたりって結構腰が重いですね。ああ、そうなんだ、うん、まあ、確かにな、うちの母もこの番組よく聞いてくれてるんですけど、母も今でこそもうなんかいろいろ使いこなしてますけど、はい、まあ、その初めてスマホを触った時とかもういちいち聞いてくるなって感じだったんで、そうですよね、分かんないんだろうなと思って、うん、そうなんですよね。革命的すぎですね、うん、一気に便利になっちゃうから、うん、何がどうなってるのか分かんないっていうのは、まあ、そうなのかもななんて思ったりしてね。そうですよね、うん、ますけど、まあ、ちょっとなんか話がそれてきてしまったんですけど、そうですね、はいはい、はい、なるほど、仙崎さんのそういう、仕事の源泉というか、そうですね、はい、知識や経験をどのように積み重ねてこられているのかっていうか、はい、まあ場当たり的にとは言いつつキャリアをうまく生かされているということが分かってきました。そうですね、はい、はい、結構あの周りでね、なんか経営コンサルになりたいですみたいな人とかいますね。多いですよね。若い人多いですね。逆に今大学生とかでね、なんかよく相談来るんですけど、うん、あ、来るんだよ。来ます来ます、やっぱり。どうやったらなりますかって、すげえ難しい質問と思ってそれってどうやって答えるんですか。学歴が高いっていう、まあ、言葉語弊はありますけど、そういった方は多分いわゆる超大手、うんうん、PWC とか、あ、アクセンチュアとか、はいはいはい、ああいうところに行かれればいいと思うんですね、修行、うん、のつもりで、うん、正直一生勤める会社かって言われたら多分違うと思うんですね、ああいうところは。経験を積むための積むための期間、入り口としてはもう修行5年なら5年、うんうん、やるならやれでいいと思うんですね。なるほど。ただ正直門が狭すぎるんで。そうですよね、相当狭いと思います。あれそういうとこでも結構多分なんていうんですか、あの応募が、おそらくあの100倍以上の多分応募だと思うんですよね、ベイカレントとかね、アイドルも含めて、でかいコンサルファームと言われるとこは、うん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 、超人気ですよね、うん、基本的に、うん、確かに、まあ、報酬もねそれなりに高い。そうですね、
だいぶ激務みたいな。外資と内資でだいぶ違いますけどね、仕組みが随分。そうなんですか。保険もそうですか、外資と内資で。ああ、そっかそっか。内資は割と基本給が厚くてコミッションは薄め、うんうん、外資はほぼほぼフルコミッション。確かに確かに、そっか。証券もそうですよね、だから証券もそうです、株屋さんもそうですし、あ、そうですよね、コンサルもそうですよね、うん、向こうはとんでもない報酬出ますよね、うん、場合によっては、うんうん、確かに。いや、なんかすごい多いなと思うのと、あと自分もそうやっていろんな要望がね、これできますかとか、はい、気がついたら最初の依頼内容と全然違ってるとかありますね、結構あって、ね、ありますね、そうそう、あれっていうのそう。でもだからといってじゃあ慣れますかって言ってそう簡単になれるわけでもないんですよね。ないんじゃないですか。なんか社労士の資格をね持ってて、はい、で例えばうちの事務所とかで求人を出すと、はい、なんかみんなコンサルやりたいですとか書いてくるんですよでそういう人は基本やっぱりちょっとお断りしていて、はい、まずは社労士のいわゆる独占業務をちゃんとできるようになってから次だよってやっぱ言ってるんですよね、はい、でそう、 そうは言ってもやっぱコンサルやりたいんだなみたいな。コンサルね難しいですよねこれね。難しいですよね。まず経営者と同等以上に喋るスキルが必要ですよね。確かに。コミュニケーションのそれこそねスキルが必要で、相手が何を言わんとするか何を求めるのかちゃんと聞いてあげないと、確かにトンチンカンの提案する可能性が高いと。目線もちゃんと合わせて、はい、でやっぱりその中で社長も思い描いたイメージがあるわけですもんね。でそのちゃんとイメージを受け取って自分もそれに対してフィードバックができるんですよ。そうですそうです、うん、確かに。まずそこが多分難しいですよね。そうですよね。ネタがないとねフィードバックしようがないですよね。確かに解決策がないと確かにそもそもの話で本当ですね。狭すぎますよね、うん、だ多分若い人、うん、まあ、あんまりこういう言葉好きじゃないですけども、うん、経験ばれて積まないと、うん、社会人として、うんうんうん、難しいと思いますね、うん、ですよね。じゃあこう年齢を重ねて社会人経験積んでればいいのかって言ったら、そうなんですよ。そうでもないじゃないですか。ないっていうね、そう、あの名前出してどうかわからないけど、国産の超大手のなんとか総研とかね行って行った方がじゃあうまくいくのかって言ったらそうでもないと。そうですよね。当然相手国も独立するのは前提で皆さん働いてるとは思うんですけども、うん、じゃあうまくいかったらまたね、うん、てんてんてんっていう確かにところで、あれはあれでなんか聞いたことあるんですけど、やっぱりその大手ならではの仕組み化がされてるから、ね、マニュアル化されてるんで、そうそう、だからなんかその一人一人のスキルがそんなに、これ言っていいのか分かんない、そんなになんかめちゃめちゃ高くなくてもその仕組みである程度カバーできる領域があるっていうのを聞いたことがあって、そうですね、俗人化してないですよねあそこは。そう、基本的にそれはすごい、会社としてはすごいですね。大事なことですけどね、うん、本当は。そう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 。でもコンサルは独人化してまずいしない しちゃうんですよね。しちゃいますよね。結局のところそれだと多分6割ぐらいしかできない気がするね、うん、イメージとしては、うん、そこがある程度戦略としてモノポリ証券は入ってるから、はい、まあ、まあいいんでしょうけど、はい、やっぱ一人とかその独立してやっていくってなると必ず独人化するし、そうなんですよ。でやっぱり一人一人 その会社とか社長さんに合わせた対応していかなきゃいけないから、うん、じゃあこれ体系化できるって言ったらなかなかできないですよね。そうなんですよね。いや最近やっぱりねそういうご支援をしているところとかで、はいはい、まあ、それに悩む方とかもいて、で私はそういうなんかその方なんてもう本当に何十年ってやってらっしゃる、はい、ものすごいキャリアのある方なんですけど、そういう方に対してこう独立してまだ10年行っていない私がですね何かサポートをするってい うとても不思議な関係性が、まあそうですよね、そう成り立ってるんですけど、そう思って最近私もコンサルタントのとしての勉強をもう一回し直そうと思って、はいはい、ある勉強始めたんですよ。ある勉強始めたある勉強なんだろうちょっとまだあんまりここで言わないでおこうかなと思うんですけど、後で千崎さんには伝えしようかなと、はい、ぜひ聞きたいですねちょっと前口に、はい、思ってて、でやっぱりなんかその今までの経験だけだとちょっと足りない部分があるなと思うし、はい、銀行のキャリアは私ゼロなので、まあ、そうですね、そう決算書って言ったらもうそもそもコンビニの決算書しか見たことがなくて一般企業のね、そう一般企業の決算書はあんまり見たことがないと、うん、もちろんあの勉強とかでねセミナーを受けたりとかして見ることはあるんですけど、はい、その実際のやっぱなんか決算書をパッて見て何が問題なのかとか、はい、何をどうしていけばいいのかみたいなのってまだ答えられる理由がないんですよ、まあそうですよね、だから
もう一回ちゃんと勉強しようと思っています。はい、はい、いいと思います。ありがとうございます。どうしたらいいですかね。これある程度バカ数なんですよね。やっぱりこれは一社二社見ても分かんないですもんね。そうそう、パターンがいろいろありすぎる。練習でよく言われるのは四季報見ろって言うんですよね。上場企業のBS 見て、なるほど、電卓叩けって走るからなんですけどね。あ、なるほどね。ある程度あれはあれで勉強になりますよ。おお。ただ桁が多すぎるんで大きいですもんね。上場企業なんで運病号の会社しかないんで運善よく下手と、ね、運長員の会社、それちょっと私パッと見て桁答えらんないです。そうなんですよ。じゃあ0、4つくらい削ってあげないと1億ぐらいまでしかなんかパッと見れない。そう、中小企業の感覚だと大体数億がね普通ですから。そうですよね、そうですよね、数百億、数千億になるともう僕も一瞬あえっと、そうですよ、ね、これなんだみたいな。わかる。そう、あ、でも確かにいい勉強法かもしれない。そうですね、学生さんなんかはいいと思います、うん、ぜひ四季報とか見るのはいいかなと思います。すごい、あれ四季報って本屋さんで売ってますよね。はい、多分ネットでも、ね、見れると思うんですけど。あ、そうか、そうか、そうか、こういう時代なんでもはや、まあ、確かにそうですよね。あのクソ分厚い本買ってます。あれ持ち歩くのしんどいなって思った。あれ結構きついんで会社で見ないですけどね。パッと抜けて、パッと抜けて、今日この会社みたいな。確かに、そうですね。そっかそっか。そうやって勉強して数字慣れしていくと、その数字の見方とか、そうですね、ポイントが、ポイントが見えてくるようになるかなとは思うんですけどね。あ、すごい。仙崎さんはじゃあその銀行キャリア以外でもいろいろやっぱりその四季報を見て勉強したりとかもされてたんですか。近いことはやってましたね。すげえ。あとはでも結局その中小企業の相談に来ると必ずみんな持ってくるんで、決算書。ああ、まあまあまあ、そうですよね。いや、嫌がね、見ないよ。見て、分かんないとか調べるんですよ。分からん、なんだこれみたいな。あるんだ、やっぱりそういうの。若い子は特にね、もう。あ、そっか。今からそんなにね、そんなにそんなに分かんないもんないですけど。そっか。まあ、経営者の方ってやっぱあんま数字読める人多くはない。本当は読めた方がいいんですけどね。ね、ちょっと読めなすぎな気がする人も中には。やっぱ結構問題ちょっとねって、資金繰り分かってないですよね。ああ、確かに。その資金繰りっていうのがなんかイメージとして、これ本当に私の勝手なイメージなんですけど、はい、なんか融資を受けて、はい、なんかその運転資金的に使って、はいはいはい、みたいな印象がすっごい強い気がしていて。なるほど、輸血的な意思ですね。そう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 。どっちかというと今こういう状況の特にコロナ禍においてね、これ。そう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 、うん、なんかとにかくその生きながら得るための策の一つみたいな位置づけになってるけど、はいはいはい、本来はそういうわけじゃない。本来はもっと攻めの融資がねあって、そういうことですよ、ね、事業拡大とかね、うん、工場を作りますとか例えば、本来はそういうことですもんね。そっちです、本当は。まあ、銀行とかでもよくその融資っていうのは、まあ、将来のそのなんていうんですか、あのビジネスモデルと、そうですね、その収益の可能性とか、はい、そういったところを見て未来に対して投資をする。そうです、そうです、わけですもんね、はい、銀行が。そうです、うん、なるほど。だからお金どうしよう、回んない、今やってることで全然売り上げたくないって言って借りたところで、まあ、先はないですよね、もうあんまり、ね、残念ながらそれは自転車操業みたいな、まさにそれダメなパターンですよね。でもそういう会社って結構多くないですか。まあ多いですよね、渡り的にね借りちゃって、うん、いつの間にか膨れ上がって、そうそうそう、とんでもない額のベースそう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 で返せないで返せない、債務超過なんですね、うん、パターンが。そうですよ、ね、リスケしようかみたいな、リスケなんだリスケなんだみたいな。これ、あの最初ね、リスケって聞いた時に、はい、あのスケジュールのリスケスジュールってある。ああ、はい、あるね。日程変えるみたいな、はい、あれのことなのかなと思ったら、ね、ね、とんでもないですね。元はそうですよね。リスケが分かんない方はぜひググってみてください。そうですね、返済計画の見直しですから。私もあるお客さんでリスケの話が出てきた時に、リスケってなんだろうとか思ってそれで一生懸命調べて、あ、そういうことなんで結構やべえなみたいなっていうことに出会った。あれ金融用語なんですか。元はあれ金融用語ですね。そうなんだ。しかも、ね、銀行内部用語ですよ、リスケなんて普通言わないですよ、そもそも。そうですよね、あんなことが。お客さんに対してリスケとかってちょっと言えないですよね。校内の中でね、ちょっとここリスケするみたいだっていう、うん、あーみたいな感じですよね。そっかそっかそっか。なんかあれですね、飲食業の何番みたいな、トイレ行こう何番みたいな、何番とかね、なんとか山ですみたいなね。そうそうそうマグロの山ですみたいな。あ、在庫ないんだよね、マグロ。そういうやつですよね。そう、そういう業界用語ですよね。そっかそっか。今はほらネットのおかげでそういう業界用語が普通になっちゃったんですよね、うん、表にして。確かに今言った飲食もそうですし。あ、確かにそうですよね。本来出ちゃいけないトークがねいっぱい出ますよね。出まってる。でまたそういう業界用語を拾ってなんか新しい用語を知ったからってそれをこうそのまま使う人とか、ね、いますね。なんかだから
すごいなんか浅いというかね薄い人いますね。なんか確かに何言ってんのかみたいな、この人なんか俺知ってるよみたいな、そういうあのいらないですよね知ってるよオーラ知ってるよはいらないです、いらないですよね。確かに面白い、はい、まあでも最近本当にね、あのコロナの影響でその経済が大きく様変わりして、はい、そうですね。で、まあ、多分千崎さんもよくそれこそ投稿で、はい、まあ、それをすごく嘆いていらっしゃるのを拝見してますけど、はいはい、あの今まさにその融資との話、融資の関係というか話もしたところで、いやなんか今後ね、これから本当にそうやって自転車操業してきた会社っていうのが、はい、ものすごい苦境に立たされると思うんですよ。そうでしょうね、うん、今はその融資をあの借りやすい状況になったりとか、はい、返済の猶予とかが適用されたりとかして、はいはい、まあ、少し工夫はしやすいけれども、うん、でも本当にこのタイミングで事業の立て直しとかやり方の見直しとか、場合によっては本当事業そのものを見直すとか、うん、そういったことをしていかないとやばい会社っていうのはやっぱいっぱいあるのかなと思うんですけど。そうでしょうね、もう。なんかその辺に対する思いって、千崎さんの思いってどんな思いですか？今ってだから逆に考えればね、皆さんよくおっしゃるチャンスなんですよね、これ。今までの事業を見直すチャンス、うん、もしくはなんか新しいことやるとかね、事業転換するとか、うん、それこそ補助金使うとかね、いろいろ技はあると思うんですけども、そう、何かちょっと見直さないとダメですよ、根本的に。あ、今までやってきたことをただやってきたら多分通じない時代がついに来たんだ、うんうん、これは実はコロナがどっこかけなくて、うん、それが単に早まった、異常に、確かに多分5年ぐらい早まったイメージだよね。そんな感じしますね。ええー、なるほど。じゃあそのチャンスをちゃんとものにして、そうですね、うん、何か新しいことを考えないと。そうですよね、アナログな業界、まあ資料なんて本当にアナログな業界ですけど、そうですね、これもね、そのあり方は変わらないけど、はい、やり方を変えていかないと、もうなんかすごくはっきり明暗が分かれそうだなって思ってるんですよ。そうですね、もう、うん、確かに確かに。昨日もうちの会社の役員会議で、はい、うちの取締役と話してたんですけど、はい、まだまだ地方ってその手続きを一つ取るにも紙が多いと。まあ多いですね、ハンコとね。そう、ハンコと最近コロナのおかげでハンコはいらなくなってきたので、はい、その意味ではスピーディーになってるんですけど、でもやっぱり電子申請には勝てないわけです。そうですね、スピードというか当然ですね。そうだし、 あらゆる今公的な機関とかが電子申請の受付を優先的にしますって言い始めてるんですよね。やっぱ紙だと煩わしいし、はい、その紙が届かない限り処理ができないしと、うん、いうことで、まあ、電子申請を優先的にやりますよっていう手紙が届き始めた。はあ、そうなので本当に今、まあ、少しずつ国側もそうやってネット環境とかインフラを整えようとしてるんだなっていうのが分かってきたんですけど、なんか本当ここで変わっていかないと、それこそさっきの、ついていけないあの窓口に並ぶ高齢の方の話ですけど、どんどん取り残されますよね。まずいですよね。ですよね。しかもオンラインの普及で場所っていう概念がほぼ消えましたからね。飛んだですね、完全に。飛びましたよね、はい、だから地方だからうちはとかって言ってると本当にガラパゴスになりますね。なりますよね。仙台ってその辺のスピードはどうなんですか？まあ、多分東北の中では一番マシなんですよね、きっと。あくまでもエクスキューズは東北の中ではというそれが入りますけどね、うん、まだマシな感じ、まあ、仙台はまたちょっと特殊ですよね、またね。特殊、宮城県という中でまたね浮いてますから、完全にね、仙台市という自治体は。そっか、別物ですよね、もはやね。別物、仙台という自治体と宮城県という自治体は確かに差がすごいですよ。宮城県だったんだって。そう、仙台市って名古屋に近いですね、愛知県なんだみたいな。あ、近いですよね。神戸も兵庫県って人が下手すと分かんない人いますよね、うん、何県だっけ神戸みたいな。確かに、そう、いわゆる県名と市名が違うところ、うんうんうん、広島なんかね、広島県広島市でいいんですけど、確かに違うところですね。そう、うん、確かに愛媛県松山市みたいなもん。そうです福岡県博多市的な、沖縄県那覇市みたいな。でそう違うところはいいんですけどね、そう、うんうんうん、またそうですよね。なるほどね。確かにすごく便利な街だし、仙台も、はい、でほどほど都会で。そうです。でもやっぱりその
東京から多少はやっぱ離れてる分なのか、まあ、なのか分かんないんですけど、ちょっとその情報スピードで言うと、そうですね、自分からやっぱり仙崎さんみたいに取りに行ける人じゃないと、はい、最新の情報をやっぱり掴みきれてない人もいますかね。まだ遅いですね。だから、まあ、まあ何が言いたいか分かんなくなってきたんですけど、はい、情報は自ら取りに行きましょうと。それ大事ですね。大事ですよね。とっても大事です、うん、この世の中を生き抜いていくためにはね、はい、はい、だから会社をやってる人はもう絶対そうだし、会社に勤めてる人も今の自分の会社が本当に大丈夫なのかとか将来性があるのかっていうのを見極めていかないと。そうですね、会社と一緒に倒れますよね。おっしゃる通りでね、本当に、うん、そういう時代になってきたなってすごい感じる。ねえねえとか言ういや本当勤めるのはリスクですからね。そうですよね、一つのリスクですから、ね、ある意味知らないってのもあるよね。確かに確かに、知ってて勤めるならまだリスクっていう意味で言えば、うん、そんなに多くはないかもしれないですけどね。なんかうちは大丈夫だからみたいな。そう、どういう根拠なんだ。その根拠は大丈夫の。そうそのうちの会社 その自分の会社の決算書見てんのとかね。だったらでまだ話は分かるけどね、うん、それで安全だって分かってるんだったらいいけど、空気だけでね。そう雰囲気とかだけでうちいいよみたいな。そう意外と本業でなんか実績出てなかったりとか、ね、そうあれみたいなね、怖いですよね、うん、ありがちですよね、うん、なんか最近私もそういう勉強を再開したから、なんかその辺の、はい、興味がすごく高まってる。なるほど、うん、まあ、今回私もの常務として、はいはい、入らせていただいてますので、はい、先生さんの会社、そうですね、はい、ちょっといろいろね、あのそのあたりも教えていただきたいな。ああ、もう喜んで喜んで、もう、ありがとうございます。現場に入っていきましょう。ちょっと一緒に、まあ、ぜひぜひぜひ。そうするとそれこそその仙台と東京のシナジーがそうですね、もっともっと図れるかなと思います。僕もそう思ってますので、ね、これは、はい、まあ、もう一人取締役でね入られましたけど、また神奈川ですけどね。次回は神奈川ですからね。言うても神奈川ですから、ね、言うても神奈川、言うても神奈川。まあ関東圏ね、思いっきり。そうなので、なんかもう本当にあのお互いに良くなっていくために、そうですね、やっぱり、はい、お互いの知識と経験を持ち寄ってなんか面白いことができたらいいと。そうですよね、はい、全くその通りです。思っておりますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ということで、あのまとめますと、はい、7月の3日から、そうですね、はい、はい、土曜日11時からですね、はい、FM 泉で、はい、ヒューマンスタイルラジオという番組がスタートします。はい、はい、仙崎さんと私が、はい、パーソナリティと本当お邪魔します。イエーイ、はい、でこれは FM 宜野湾と同じリッスンラジオというアプリを使えれば、今聞いてる方はそのまま行けます。そうですね、何にもいらない、はい、そのまんまどこでも聞けますよ、はい、ということで金曜日の夜は宜野湾に合わせていただいて、そうですね、聞いていただいて、はい、で土曜日の朝は泉に、そうですね、聞いていただければ。どっちもお気に入り登録しておいていただければもうすぐ切り替えられますから。ちなみにあの泉、ちょっと若干自慢なんですけども、はい、あのサンドイッチマンがラジオを持ってますからね。おお、サンドイッチマン、そう、ラジオをやらせたというね、超有名番組が、あ、すごい、やってますから。それってなんかキー局の番組を持ってきたじゃなくて、もうリアルにそこで、これコミティ FM の番組ですから。あ、すごいっすね、あのサンドイッチマンです。すごい、今や全国的に有名で、人気は誇れる、もう多分お笑い界でもトップ3に入るでしょ、きっと。いや、そうですよね、間違いない。面白いですもんね。面白いです、僕大好きです。うん、そう、私すごい郷土愛が強いイメージがある。強いですね、彼らは。うん、未だにあまり大きな目で言いませんけども、そのギャラの配分とかの時に必ず何パーセントかは募金に回すんですよ。震災とか例えば。素敵すぎる。その発想を知ってるのに彼らの。すげえかっこいいですよね。かっこいいですね。うわーと思って。なんか口だけみたいな人がいっぱいいるかもしれないけど。そうなんですよ。本当にあの二人はいろんなそういう復興支援とか、まあ、ふるさとへの貢献っていうのをものすごく大切にされてる方だなっていう。あれだけ売れてもね、うん、ちゃんとやってるんで。素晴らしい。素晴らしい。これは声を上げて言いたい。彼らは素晴らしい。本当に素晴らしいと思います。なんかそういった対応がやっぱりいろんな芸風も含めてキャラクターに現れているなって。そうですね。思いますよね。本当に、うん。そういうのって伝わりますもん。出ますよね。そう。で誰かが言ってくれるし、そうですね、素晴らしい。そうなんだ、じゃあサンドイッチマンのお二人と一緒に同じ曲で番組ができるという多少の自慢はできます。一応嘘じゃないです。すごい、いえ、楽しみにしてます、ね、これから収録とかも始まっていくということなので、とっても楽しみです。確かに、はい、楽しみです。はい、ということでね、そのラジオを聞いていただきたいのと、はい、まあ、今日仙崎さん3回目ということでご出演いただいてるんですけど、はい、前はね結構もう
そういう営業支援のことなら、はいはいはい、ヒューマンスタイル検索してくださいってめっちゃ言ってましたけど、ね、実は先崎さんってそれ以外にもいろいろやれてる、そうですね、枝が多い。そう、実はそういうちょっとルーツをね拾ってみたという。なるほど、はい、大変でございました。今日もご出演いただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではまたぜひどこかのタイミングで、そうですね、まあ、月1とかでも全然いいので、はい、サブレギュラー的にご出演いただければ、はい、恐れ入ります。宜野湾の皆さんにもどんどん先崎さん、はい、決めるありがとうございます。そうそう、伝わると思うのでぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、本日のゲストは有限会社ヒューマンスタイル代表取締役営業トレーナーの先崎正和さんでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは045-670-7640ぐすくまタウンビジョンまで。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか？大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。沖縄引っ越しセンター、 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、聞く味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。はい、ということで今回も有限会社ヒューマンスタイルの代表取締役先崎正和さんと一緒にお話をしてきました。彼の仕事の源泉ですとか、また何を得意としているのかっていうところがさらに見えてきた、そんな時間だったなと思います。今私ある勉強をしてて、結構数字の見直しとか決算書類の見方とかそういったところもですね、本当に一つ一つ見直してるんですけど、まあ忘れてますね。2月に沖縄に行って決算書類の勉強をしたはずなのに、しばらく見てない間に、まあっという間に忘れてるんですよ。いやーまずいなと思って。もちろんある程度のね決算書の読み方は知っていても、それをもう本格的に一コンサルタントとして見ていけるようにするためにはっていう分野に踏み込んでやっているので、まあ結構忘れがちということでですね、もう本当に先崎さんの頭脳や経験をですねたくさんお借りして、私ももっともっと成長していきたいなって思っております。でラジオのね宣伝もさせていただきましたけど、こちらの今 FM 宜野湾のコンビニラジオ、毎週金曜日この時間にやらせていただいて、あと1ヶ月ちょっとで2年になります。私もラジオパーソナリティとしてデビューをさせていただいて、早もう2年かと思っていたら、なんと、まあ、同じ 79.7 なんですけれども、仙台の FM 泉さんでもお話しさせていただけることになって、そして番組もね一緒に先崎さんとやっていくことになって、また向こうは向こうで新たな
境地を開けそうな気がしており、とても楽しみなんです。でこちらは引き続き私の番組として、これからもコンビニ業界を盛り上げていくための情報ですとか、あるいはオーナーさんがもっともっといろんな視野を持ってもらうために、もちろんリスナーの方々、他の、コンビニ以外の方もですね、聞いていただいて、あ、すごいなんかこの番組いいなと思っていただけるような、そんなコンビニラジオを目指していきますので、引き続きご愛顧いただけますようお願いいたします。ということで、ウィークリーコンビニラジオ97回、いよいよ終わりの時間が近づいてまいりました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかでした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。